2006年2021年六甲坂月優勝馬当選ブルト下原治は地方競馬の兵庫県競馬組合二所馬事公園栗林鉄次旧社所属の機種勝負服の柄は紫白菱山形一文字広島県人石高原町出身で実家は人石高原町尾端にある精肉店 JK ミートショップ下原を経営 三人兄弟の長男として生まれる。身長160センチメートル、体重51キログラム、血液型 B 型。勝負服は、寺島正勝のデザインを受け継いでいる。1995年10月10日、司穂生まに、起乗し、デビュー、13日にスペシャルナイトで優勝し、初勝利。天才肌と評されながらなかなか勝ち倉を増やせなかったが、小牧太子、 赤木高太郎、岩田光成が、相次いで中央競馬に移籍するに伴い、リーディング上位に台頭する。小牧、岩田の河川時代が終わって、恩恵を受けた一人ではあるが、それに応えるだけの実力を有していたことは確か。2006年は、自給者のチャンス到来で、兵庫ダービー、菊水賞の2冠を制している。2002年8月3日、JRA 小倉競馬場の、 第9競争、フェニックス賞にて、JRA 初騎乗。2006年8月2日のソノダ第11レースのサマークイーン賞で勝利し、通算500勝達成。2007年3月10日、JRA 阪神競馬場の第7競争で公営の星に騎乗し、13戦目で JRA 初勝利を挙げた。通算2勝だが、確実に木を拾ってくる騎乗で、 一年に数回しか JRA では起乗しないものの起乗数そのものは少なくない。2007年3月18日、JRA 阪神競馬場の第11競争阪神対象点で JRA 重賞初起乗。2008年1月30日、第21回、園田競馬4日目第6競争 T13 歳特別戦を パセティックシーンで優勝し、地方競馬通算700勝達成。同年2月11日、佐賀記念にてチャンス到来に起乗したトグレード、競争での初勝利を挙げる。同年11月3日に、その田競馬場で行われた JBC には、クラシック、スプリント両方に起乗した。2009年も、自給車の空手チョップで、兵庫ダービー、菊水賞の2冠を制す。 2010年5月25日の姫路競馬第7、競争で1000勝を達成した。同年は161勝を挙げ、5年連続でリーディング4位に食い込んだ。2014年2月4日、そのだけ馬第4競争をアート勝利で制し、地方競馬通算1500勝を達成した。寺島正勝町教師の成果により、2015年3月14日付で、 栗林鉄自給者に所属変更。2015年212勝を挙げ、初の兵庫リーディング2位に躍進した。2016年9月8日のソノダ第6レースで勝利し、通算2000勝を達成。ゴールデンジョッキーとなる。2016年に267勝し、初の兵庫県リーディングとなり、地方競馬全体でも第2位となった。 2017年1月31日、川崎競馬場で開催された、佐々木武美カップジョッキーズグランプリ出場。2017年は273勝し、2年連続の兵庫県リーディング、加えて、初めて地方競馬全国リーディングジョッキーとなり、ナーグランプリ2017最優秀、勝利回数騎手賞を初受賞。2018年は、 エーシンバラーに起乗し黒船賞、エーシンバランサーに起乗し、サマーチャンピオンを勝利、年2回のダートグレード競争での勝利を挙げる。2020年9月3日、自身の誕生日にステラモナークで、ソノダオータムトロフィーを勝ち、木村県に並ぶ、重賞通算70勝の兵庫県最多大記録を達成。2020年10月28日のソノダ第12レースで勝利し、 2万1941戦目にして、地方通算3000勝を達成。太字は、ダートグレード競争。ありがとうございます。